しく、2021年7月、世界遺産登録、18年かけて登録した、奇跡の島々？今年登録された、奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島よ。今回は茶番抜きで冒頭から早速、今年登録されたばかりの世界遺産を紹介していくわよ。前回の動画が長すぎて30分以上になってしまったから、今回はできるだけコンパクトにしたいんだぜ。まるで東京オリンピックの予算並みに文字量が膨れ上がったのよね。構成資産の数が多すぎると脚本量が増えて大変だわ。タイトルにある通り、今回は奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島の紹介なんだけど、今までの投稿の中で一番再生回数が多い琉球王国のグスク及び関連遺産群にも近い場所にある世界遺産だからな。早めにお届けしたかったんだぜ。南の楽園って感じで楽しみにしていた自然遺産なのよね。今回はこのトロピカールアイランドをしゃぶり尽くしましょう。まずは概要から。日本の自然遺産としては5番目に登録された世界遺産で、鹿児島県の奄美大島と徳之島、沖縄県の沖縄本島北部国頭村、大宜味村、東村、西表島の4島から構成されるんだぜ。奄美大島、徳之島、沖縄島北部は中琉球、西表島は南琉球という位置づけらしいわ。琉球って沖縄を連想しがちだけど、鹿児島の方までグルーピングされるのね。この中琉球南琉球は、世界の生物多様性ホットスポットの一つである日本の中でも生物多様性が突出して高い地域であるらしいんだぜ。日本って生物多様性ホットスポットだったのね。内閣も海外向けにクールジャパンより生物多様性っていうブランドで推していった方がいいんじゃないかしら。でも、そもそも生物多様性って一体何なの？生物多様性っていうのはズバリ、生き物たちの命のつながりのことなんだぜ。海や森からの恵み、清浄な水、土の力、安定した気候、すべてが生物多様性の恩恵として、もたらされているんだぜ。いきなりポエムを読み始めたからびっくりしちゃったじゃないのよ。でも、この言葉自体が生まれたのは1985年、生物的な、Biological と多様性、Diversity を組み合わせて生物多様性、Biodiversity という言葉が生まれたの。ダイバーシティって最近企業やオリンピックでやたら聞かれる言葉だけど、まさに最近の流行りにも迎合してる特徴よね。結局、いろんな種類の生き物が特定の地域に集まってるってことでしょ。まあ簡単に言えばそうなんだぜ。中琉球南琉球には、絶滅危惧種や固有種が多く、様々な固有種が独特な進化を遂げた例が見られるんだぜ。今回の4地域は日本の国土面積の 0.5% 未満にもかかわらず、日本の動植物全体の指数に対して極めて大きな割合を占めているの。IUCN 国際自然保護連合レッドリスト記載地としても、奄美大島と徳之島の奄美のクロウサギ、沖縄島北部のヤンバルクイナ、西表島の西表山猫、などが有名よ。西表山猫は国の特別天然記念物に指定されていて、西表島は山猫の生息する世界最小の島なんだぜ。他にも、以下の種で極めて高い固有種率を示しているわ。陸生哺乳類 62%、陸生爬虫類 64%、両生類 86%、陸水生カニ類 100%。あと、地球規模の絶滅危惧種として選定されている種もあるんだぜ。でも、なんでこの地域にこんなにも固有種が多いのかしら。もともと、琉球列島は中新世中期以前には、ユーラシア大陸の東端に存在していたそうなんだぜ。しかし、沖縄トラフや3つの深い海峡の形成によって大陸や他の島と隔てられていったんだ。そうして絶海の孤島となり、飛べない動物や植物が固有種へと進化していくことになったわけね。なんだかロマンのある話だわ。次に、いつも通り、構成資産の紹介なんだぜ。文化遺産ではなく自然遺産だから、資産っていうよりは登録地って感じね。まずは、4つの地域のうちの、1つ目、奄美大島、九州、南方海上、鹿児島市と沖縄本島のほぼ中間に位置する島なんだぜ。
奄美ブルーとも称される透明度の高い青い海や、太古の森のようなイメージの原生林が広がる、自然豊かな島なんだぜ。歌手のはじめ千歳さんの出身地としても有名よね。この島のうち、世界遺産に登録されているのはこの部分になるんだぜ。真ん中から南にかけて、気象で達したような生物が見られるのよね。そうなんだぜ。島の大部分を占める山地を中心に広がる、亜熱帯照葉樹林と原生林があり、日本だと西表島に次いで、第2位の広さのマングローブ林もあるんだぜ。前述の通り、大陸と切り離され、独自に進化した固有種や種が多く生息していることから、東洋のガラパゴスとも称されるんだぜ。特別天然記念物として指定されている、奄美のクロウサギは別格として、他にも多くの天然記念物が指定されているわ。文化遺産じゃないから、この島の文化的な側面にはあまり触れないけど、壇ノ浦の戦いで敗れ、落ち延びてきた、平家の落人たちの伝承も残っているんだぜ。いくつかのグスクが築かれたという伝承や、平の助盛を祀る神社も残っているそうよ。日本の世界遺産の半分くらいは、何らかの形で源平が関わってるから面白いわよね。ちなみに、登録延期勧告になった時の勧告のニュースでは、奄美大島は朝鮮半島出身者が、強制徴用され過酷な労働を強いられた場所、沖縄にも数千人が、労働者や軍人や慰安婦として強制連行された、と報道されていたそうだぜ。何よそれ、今回のは自然遺産でしょう。歴史的なこととは全く関係ないじゃないの。なんだか、悲しくなってきたわ。私たちはもう、世界遺産に関わるすべてのことで、いじめられないといけないのかしら。次に二つ目、徳之島。奄美群島のほぼ中央にある離島なんだぜ。前述の奄美大島と同じく、奄美群島国立公園に属しているんだ。石灰岩性のカルスト地形が発達した島で、天然の海食道などの独特な景観が見られることで有名よ。徳之島における世界遺産登録の範囲はこんな感じなんだぜ。北の方と真ん中の方が世界遺産コアゾーンなのね。山の部分だから人の手が入ってない自然豊かな地域なのよね。ちなみに、北部の奄美だけは、横から見ると女の人の寝た姿に見えることから、寝姿山とも言われるそうよ。私にはこれがどうしても女性の寝る姿には見えないんだぜ。確かに凹凸はあるけど、昔の人って想像力が本当に豊かよね。フェミのお姉様方に怒られないか心配なんだぜ。まあ、今回は生物多様性が評価されて世界遺産になったから、山の見た目は関係ないんだけどね。貴重な動植物としては、まずは奄美大島と同じく、奄美のクロウサギよね。あとは、徳之島固有亜種であるオビトカゲモドキかしら。前者は奄美大島との関連性が、後者は沖縄系との関連性が見られるそうよ。徳之島は、奄美沖縄、両方の生物層の色が見られるのが面白い特徴なの。次に3つ目。沖縄東北部、ヤンバルと呼ばれる地域で、国神村、大宜味村、東村にあたる地域なんだぜ。これも、ほとんど人の手が入っていない山岳部と森林がコアゾーンのようね。ここにある亜熱帯照葉樹林の森は世界的にも数少なく、ヤンバル特有の生態系の基盤となっているそうよ。ヤンバルクイナ、琉球ヤマガメ、ヤンバルテナガコガネなどの多くの希少な動植物が生息していて、奇跡の森と呼ばれているそうなんだぜ。ここでしばしば話題に上がるのが、米軍の北部訓練場ね。訓練場周辺での米軍機の飛行訓練や、返還された跡地で見つかっている廃棄物が問題になっているの。すぐ近くでオスプレイの低空飛行訓練が繰り返されているから、米軍訓練場の返還及び保全区域へ編入を求める声があるんだぜ。難しい問題よね。結局、じゃあどこに移転するのかっていう辺野古と同じ話になると思うの。皆様もどうすべきかぜひコメントで感想を聞かせてほしいわ。最後に4つ目。西表島。ここは沖縄県、八重山郡竹富町に属する島なんだぜ。他の島と違って、島の半分以上が世界遺産になってるのね。いかに自然豊かな島かわかるのと同時に、人が住んでる地域がすごく少ないのねっていうのが感想よ。そうなんだぜ。
人の居住地は海岸線沿いのわずかな平地に限られるんだぜ。マラリア発生地であったため、定住が困難で古くからの集落は少ないそうなんだぜ。19世紀、ここの炭鉱で三井物産が甲府200人くらいに採掘させて、3年間で104名の死者を出したことがあるの。その残り過半もマラリアに罹患したそうよ。いかに開発が難しい島だったかを物語るエピソードよね。あと、新卒採用で人気の三井物産はえげつない商売をしていたのねー。あとは、戦争マラリアという悲惨な事件もあったんだぜ。皮肉にもマラリアの存在のおかげで、豊かな自然が残ることにつながったとも言えるんだぜ。ちなみに、今では八重山列島のマラリアは根絶されているそうだから、安心してほしいわ。この島の自然の特徴としては、マングローブ林が広がる汽水域、海岸や河川沿いの湿地帯、太古から続く山地の原生林、のような秘境が挙げられるんだぜ。海面上昇気にも水没することなく独特の生態系を維持したことで、固有の動植物がたくさん存在しているのよね。特別天然記念物として、カンムリワシ、イリオモテヤマネコ、が登録されているわ。あとは、天然記念物のセマルハコガメ、岸の上トカゲ、サキシマハブなど、珍しい動植物の宝庫なの。他にもこんなにもたくさんの珍しい動植物がいるから、要チェックよ。次に、世界遺産登録までの経緯を説明するんだぜ。最初に話が出た時から20年近く経過していて、本当に長い道のりだったんだぜ。そうそう、日本の自然遺産って、最初に登録された世界自然遺産である、屋久島、白神山地以降、しばらく次の候補物件の選定すらされていなかったのよね。最初に四天王が世界遺産に登録された1993年から、暫定リスト入り物件がほとんど登録し終わる2000年までは、まだ具体的な候補物件が上がってこなかったと思われるんだぜ。そうなのよね。日本っていつも暫定リスト入り物件が消化し終わるまで、なかなか次の候補の選定をしなかったから、もどかしかったのよね。もっとスピーディーに補充できなかったのかしら。ぐずぐずしてたから1年に1物件しか申請できなくなっちゃったのよね。そして、1992年に暫定リスト入りした約10件のほとんどが登録された数年後、環境省と林野庁が、2003年平成15年に、知床、小笠原諸島、琉球諸島を自然遺産推薦候補地に選定したんだ。知床は2005年に、小笠原諸島は2011年に登録済みよ。これらもいつか紹介したいわね。残された琉球諸島は申請までの正式手続きがされないまま、やっと今年登録までこぎつけたんだぜ。琉球諸島っていう枠組みに、果たしてどの島で構成するのか、定義が大変だったのもあるでしょうね。自然遺産は文化遺産より登録のハードルが高いし、世界的に際立った特徴があるのかを十分に議論しないといけなかったと思うの。検討段階の資料では南西諸島や奄美琉球諸島などと呼ばれていて呼称が統一されていなかったんだぜ。場所的には、トカラ列島、奄美列島、沖縄諸島、先島諸島及び大東諸島あたりが対象とされていたそうなんだぜ。そして、2013年1月31日に開催された世界遺産条約関係省庁連絡会議で、奄美琉球を世界遺産暫定リストに掲載することが決定したんだ。でも、この段階だと対象地域は今後特定するとされていたのよね。そうなんだぜ。暫定リスト掲載申請書類作成時点で地権者との合意が得られていない地域を含んでいた。推薦範囲の緯度経度のみを表記して具体的な島名を記載しなかった、ということから、世界遺産センターから暫定リスト記載保有と追加情報紹介が通達されたんだ。暫定リスト入りも断られるなんて、自然遺産の登録ハードルの高さを物語るエピソードね。これを受け2013年12月27日、環境省は対象地域を、鹿児島県の奄美大島と徳之島、沖縄県の沖縄本島北部国頭村、大宜味村、東村と西表島の4島とすることに決定。2016年2月に再申請し、暫定リストに掲載されたんだ。そして、ユネスコから地域を特定できる名称にするよう要請があり、正式名称を奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島、
とすることになったそうよ。でも個人的には、奄美琉球とかの方がかっこいい感じがするのよね。それまでに登録された日本の自然遺産って、屋久島、白神山地、知床、小笠原諸島と、一単語で表している感じがコンパクトで素敵だったのよね。その後、2017年に世界遺産委員会の諮問機関である IUCN からの派遣で現地調査が実施されてたんだけど、北部訓練場返還地を含めて推薦範囲を再考すべき、奄美大島での推薦範囲が連続性を欠いている、という理由で、登録延期を勧告されてしまったんだ。これによって推薦を取り下げ、2020年の審議を目指すことになったのよね。そして、2020年の審議会はコロナによって中止。今年の2021年にようやく登録できたことは周知の通りよ。さて、今回の世界遺産で採用された登録基準なんだぜ。自然遺産の登録基準、6から10のうち、10、生物多様性が採用されたんだぜ。推薦段階では9、生態系も満たすとして提出していたそうだけど、最終的には10、のみの適用となったそうよ。生態系と生物多様性ってリンクしてると思うんだけどね。9、生態系だけで登録された白神山地との差は何なのか、未だにわからないわ。なんとなくだけど、極めて貴重な固有種が、広範囲にわたって現存している場合は生態系、いろんな種類の固有種が存在している場合は、生物多様性の基準が採用される感じがするんだぜ。白神山地の場合は、ブナの原生林が世界最大級の規模で分布しているという理由で、登録されているからな。固有種の数が多い場合は生物多様性、固有種が広範囲に存在する地域の場合は生態系、って感じなのかしら。知床は両方の基準が共に採用されているんだけど、今度動画を出す時にはぜひ理由を検証してみたいわ。というわけで、今回は奄美琉球で世界遺産に登録された島々を紹介したんだぜ。観光で制覇するのは大変よね。4つの島にそれぞれ行かないといけないんだから。むしろ自然破壊の恐れもあるから、このまま原始の姿を保ってほしい気もするんだぜ。ちなみに世界遺産に登録された時、河野太郎沖縄担当総は、北部振興や離島活性化は沖縄振興の重要施策。地元の取り組みをしっかり支えたいとコメントをしたそうよ。この方、ワクチン以外の大臣もしていたのね。一つの役職だけで忙しいと思うんだけど、大臣を兼任してるのって不思議だわ。小泉進次郎環境省は、登録に至るまで18年かかったことに触れ、島の宝を世界の宝として、守るための方法を、皆で考える歩みだったと振り返り、素晴らしい自然の価値を将来に引き継ぐための道を歩んでいこう、と呼びかけたそうなんだぜ。我々が自然遺産とどのように関わっていくべきか、環境大臣としてぜひ道を示していただきたいわ。うちの動画のコメントに書き込んでいただいてもいいのよ。小泉大臣だけでなく、初めて当チャンネルの動画を見られた方は、ぜひ、うちのチャンネルにも登録していただきたいんだぜ。みんなで一緒に自然遺産との関わり方について、コメントで議論していきたいんだぜ。それではご視聴、ありがとうございました。